はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。12月29日メール党員様忘年会、定数残りわずかとなりました。ご応募ください。よろしくお願いします。萩生田政調会長に続き、西村経産大臣、宮下農水大臣、鈴木総務大臣、松野官房長官、上野総理補佐官が辞表提出。まあ、議員辞職じゃないんで、役職辞めますっていうことなんで、まあ、大臣手当が減るぐらいで、ノーダメじゃないですかね。一様にですね、全員ですね、政治を停滞させないため、なんて言ってるみたいですけど、内閣にガラガラ空席、ごっそりできちゃうっていうのは、政治停滞じゃないのかなぁ、ちょっと思いますけれども。12月13日、昨日、衆院本会議、立憲泉健太代表、裏金議員を一掃しなければなりません。裏金議員って、名前つけましたね。内閣不信任案提出、自公以外の全党、国民民主も維新も賛成したが、反対多数で否決されました。まあ、野党ね、知ってたっていうとこでしょうけれども。出せばですね、立憲や共産の支持者は満足するんでしょうね。出しさえすれば、否決されても。まあ、恒例行事みたいなもんすよ。岸田総理、信頼回復に火の玉となって取り組む。まあ、具体策は示さなかったんですけれども、世論です。火の玉メガネ。早速、火の車に見えたわ。国民の生活が火の車。すでに火だるまでしょう。これはまた抽象的な。具体的に何をするのかを言えよ。火の玉増税来たこれ。国民を丸焦げにさせる気満々だからと。具体的なこと言うと、死ぬ病気にでもかかってんのかな、岸田総理。減税しないってとこだけは素早く断言するのにね。清和会池田義孝議員57歳。直近5年間で3200万円の不記載を認めると。試験ですけど、今月8日にですね、収支報告を修正したから、セーフとか言ってるらしいんですけど、いやー、事務方のミスだったわ、とか、すっとぼけてるらしいんですよ。裏金報道があってからは、国会を欠席し、雲隠れしていた。完全に黒なんだが、立憲の基準ってどうなんだろうね。逮捕の基準って。完全に脱税なのに5年間修正すればセーフっておかしいでしょ。5年より前のは、もう逃げ切りだもんね、時効で。民間だったら問答無用で追徴課税だわな、これな。清和会、宮沢博行防衛副大臣、48歳。現役の副大臣ね、防衛省の。裏金を認める。額は3年間で140万円。派閥から記載しなくていいと説明された。疑問もなくその通りにした。派閥からこのことは喋るなと言われた。今喋ったから派閥から追い出されるかもしれない。まあ派閥って清和会。清和会から追い出されるかもしれない。だそうで、この人まあ比較的額が少ないから自分だけ助かろうっつってペラペラ始めたんですかね。派閥に言われたじゃなくて、派閥の誰に言われたか言っちゃいなよ。事務方なのか、幹部議員なのか、誰に、記載しなくていい、喋るんだって言われたか、言ってくれよ、もう、ここまで言ったんだったらさ。西村元経産大臣、特捜部の捜査が始まった10月以降にも、3回の架空パーティー、家を開いて、1000万ほど集めていたことが、発覚。架空パーティー。会議は小さな会議室で、来たのは、桜の10名ほどの、経産省職員なんだけれども、パー券を買ったのは100名超え、2万円だって、3回で1000万円以上集めたってことは、1回のパーティーで、まあ、パー券150枚ぐらい売ったことにしないとダメですね。でも来たのは10名ほど。パーティー券は大手企業がごっそり購入だって、会場には来ないけど、形を変えたただの献金じゃないの。それにしても文春の取材力すげえな。これ文春記事なんですけれどもね。会議室603号っていうところまで分かっちゃってる。世論です。錬金術師かボロボロやな。だいぶアウトで草。バーチャルパーティー来た。疑われてる中でこれをやっちゃう神経。K
結構人気あったのにここまで真っ黒だったとは。サンドイッチで2万円、分身も容赦ないね。経産大臣の権限は強大ですからね。原発管理してるのも経産大臣だしね。仲良くしたい企業も多数ですよ、そら。SDGs 関連のあの企業につける補助金なんかも経産省じゃなかったっけ。政治資金規正法でですね、あの企業献金は資本金に応じて年間750万円から最大でも1億円まで。で、あの量的規制って言うんですけど、されてるんですね。これ以上献金したい企業はですね、パー券ごっそり買うって仕組みなんでしょうかね。3200万円認めた池田義孝議員もですね、5年前、所在地と代表者が同じパチンコ関連5社から総額2440万円受け取ってた。これ1社で2440万円はできない、献金できないから5つに分けたのかな。これもあの上限規制のあれでしょうね。なんか政治の世界未だに昭和ですね。なんか昭和、政治献金を1円も受け取らず、政治資金集めパーティーも一切開かず、団体の支持は受けず、後援会作らず、後援会長置かず、完全無派閥の孤高の異端児青山繁晴参議。政治にそんなに金かかる？海を出し切るいい機会とテレビ番組で発言。世論です。こういう宣言をする覚悟は応援する。青山さんなら収賄脱税スキャンダルで財務省から切られない。このあたりが自民党の唯一の救い。あと高市さんとかね、杉田さんとかね、自民党にいてもこれやれるから説得力がある。青山さんは時々話すオカルトネタさえなければ、そうなの青山さんってたまにあのオカルトネタ話すんですか。一度養殖について能力があるか見てみたいと。大物議員は地元に何十人も雇って選挙活動させてから人件費がかかるそうで、つまりそれは選挙のためであって国民のためではないってことらしいんですけどね。そういえばですね、あの小さな会合にですね、議員秘書が顔つなぎに来てたの、同席したことあります。こういう地道な活動にあの金がかかるってことなのかな。何十人も雇ってですね、あのちっこい会合に、まああの誰それの秘書ですっつって出席させてんでしょうか。何十人も雇ってずーっと選挙活動させないと当選しないんじゃ大物政治家じゃないんじゃないの。ただ選挙においてだけで何十人も雇うために地元パチンコ屋から献金もらってる議員はですね、パチンコ禁止に賛成するわけないんだし、国民のためにはなってないっすね。なんか昭和だねやっぱり。松野官房長官の後釜はウミガメ族の林法政で調整なんですけども、はじめは無派閥の、浜田前防衛大臣、浜公の息子さんですね。浜公は荒々しかったけど、この人はあの行儀いいみたいです。打診したが私にはできないって拒否されたみたいであります。世論です。家中の栗は拾わない、華麗にする、岸田政権断末魔、セクシー、あれこんな泥船乗りたくねえような。泥船岸田丸に乗船拒否、顔に出る人だから断ったんだろう、なんか爆弾抱えてんだろう。同じ自民の無派閥議員に断られ、大恥かきましたね、あの岸田政権ね。党三役の政調会長と複数の大臣が空席で、頼んでも泥船に乗りたくないっつって断られるんじゃない、なかなか決まらないっていう未来が見えんだよね、私には。まさしく断末ますから。相手なかなか決まらない大臣席を公明党が狙ってますね、これね。じーっと公明党が狙ってますね。公明党の影響力が強くなるぐらいなら、思い切ってね、玉木経産大臣とか、面白いんじゃないの、あの原発再稼働に前向きだしね。農水大臣は維新の馬場幹事長とか、それともあの総務大臣やってもらって NHK スクランブルしてもらいたいな。馬場幹事長あんましあのしがらみないみたいですね。13日内閣府有識者会議が日本学術会議に関する報告書を提出。政府に助言を行うという独立した立場から、そもそも政府機関であることは不適切と、ズバッときました。金出せ、
口は出すなっていう学術会議の都合すぎる要求を一蹴しておりました。そうだな、政府に批判するんだったら、そもそも政府機関じゃダメだよな、いうこと言われちゃったね。世論です。税金で運営しているのに害にしかならないから。学術会議がなくても日本はやっていけます。会議、お小遣いなくなるから嫌です。国の看板取れた途端に誰も相手にされなくなる自覚あるんだろう。ここに手をつけると大変なことになりますよ。どやー、あのおっさん、息してっから。あははは、いたな、そんなの。全力で理系研究の邪魔してた、ここがなくなるのは日本にとって良いことですね。デトックスですね。一歩前進だが、まあ、LGBT とホワイトとストップとスワップと、海外にばらまきと国保税増税で、日本も三歩も後退してから、まあ、帳消しですわね。今日のその他のニュース、1998年から2006年の間、清和会会長を務めた森喜朗っていう、吉郎だっけ、元総理86歳、都内の高級会員施設に入所し、連絡が取れなくなる。ネット、逃げたな、絵に描いたような昭和の政治家など、入所金 4.5 億円、会費は月額60万円のホームだって、庶民には無理だなこれな。これホテルっていうか、入所金 4.5 億円だったら、自分用に病院建てられんじゃないのこれ。なんか、それとも自宅に医者を住まわすとかできんじゃねえのこれ。朝日新聞記事タイトルで印象操作しようとして、ノート発動、コミュニティノートね。実在が不明の無派閥ベテランとやらに、萩生田元政調会長の内心を語らせて誤解を誘導しています。誰のおかげで総理には実際に言ったわけではないことにご注意を。記者が妄想で書いたんでしょうかね。朝日より文春の方がよっぽど取材力あるって思うのは私だけ。新聞記事にノート発動とか上がっぱじなんですけれども、まあ倒産しそうだからもう何でもいいんすかね、なりふり構わずなんすかね。さすがね、エビデンスそんなもんねえよ、そんなもん。エビデンスが他者を叩く棍棒になっているっていう、エビデンスを憎む、つまり根拠を憎む、事実を憎む、朝日新聞ですわね。大手スーパートライアルで韓国産メバチマグロを宮城県産と産地偽装が発覚、商品が多くて間違っちゃったとかふざけたこと抜かしてるみたいですけど、ああこりゃ他の商品もやってるしまたやりますね。韓国産は売れないって認識してるとこが笑えます。警察に締め上げられて勘弁してください。全面降伏の歌舞伎町ホストクラブ、もう新規の10代客は入店させません。10代の子産客もいるのかと話題になっておりました。お酒は20歳からなんだから、そもそも入れんなよ酒飲むとこにっていう意見も多数でした。20時間で231回100当番、ボケ死ね、悪態をついた姫路市の無職30歳女逮捕。警察業務を妨害してんのかなこれ。この間に犯罪起こってこれのせいで捕まえられなかったなんてなったらどうすんだ。気違いは嫌ですね。俺は前田利家の生まれ変わり、太陽の光で世界を満たす救世主。太陽の光はもうすでに世界を満たしてんじゃないかって気がしますけど、を名乗る関慎太郎49歳、14歳少女に猥褻行為をして神奈川県警が逮捕。嫌ですね、気違いは。なんで前田利家なんだ。少女洗脳されていた。お前みたいなのは絶対ホストクラブ行くなよ。あと宗教とかやるなよ、騙されやすいんだよ。共産党とか検証会にも近づくなよ。あと公明党にもね、創価学会にも近づくなよ、騙されやすい人はって、思います。というわけでメール党員さん大募集しております。メール党員になりましてなって、くださいまして、日本改革党をご支援ください。動画説明欄、もっと見るをクリックしますと、ババババババって開きますんで、そちらからご登録お願いいたします。デトックスジャパン。